薬用ツヤシャンプートリートメント詰め替え用の詰め替え方をご紹介しましょう。まず専用ボトルの底を回して本体とボトルカバーに分けます。ボトルの底には穴が開いています。溶液を入れて使うボトルではありませんのでご注意ください。シールを剥がさずにパウチの折り曲げ部分を下にしてボトル本体に入れます。ボトルカバーをかぶせます。最後まで力を入れて差し込むとパウチにパイプが刺さり穴が開きます。音がするまで一気に押し込むのがポイントです。ボトルを回して閉めます。ポンプ頭部を左に回すとポンプが上がります。中身が出てくるまで頭部を数回押してください。セット完了後は中身を使い切るまでボトルを開けないでください。